で萌実杉村さんの商品を取り扱いさせていただいております。ネイチャージーリーの福永と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。事前に、ネイチャージーリーのインスタグラムで皆さんから の、 あのインタビュー内容を募集させていただいておりました。ご回答いただいた皆さん ありがとうございました。ありがとうございます。これから萌実さんに質問させていただきますので、ぜひお聞きください。萌実さん、自己紹介よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。ネイチャージュエリーさんでお取り扱いいただいている萌実杉村のデザイナーの杉村です。今日はよろしくお願いいたします。はい、どうぞ。はい、それでは、質問が全部で9個あります。はいはい、まず1つ目ですが、萌実さんの一番好きな石は何ですかという質問が来ております。一番好きな石は正直ないんです、はい、ないというか結構一つに絞れないんですけど、はい、基本的には個性がある石が好きなので、はい、この石この例えばルビーが好き、サファイアが好きとかっていうピンポイントで絞ったものはなくて、はい、個性があれば何でも好きで、その個性も今はインクルージョンが入ってるものがとても多いんですけど、カットが個性があればそれも好きだし、あの色のこう入り方が個性があればそれも好きだしという感じで、一つ一つがなんかアートピースになるようなものであれば何でも好きです。なるほどですね。まあ、選びきれないですよね。はい、選びきれないですね。はい、はい、では次に行きたいと思います。はい、石を選ぶとき萌実さんは何にこだわって選んでいらっしゃいますか？石を選ぶとき何にこだわっていますか？はい、そうですね、仕入れの時のことはあのインタビューとかしていただくと必ず聞かれるんですけど、はい、必ず答えるのはもう自分の直感と審美眼で選んでますっていうことと、はい、あとは私の場合は結構日本の仕入れをなるべくしないで海外でこう自分で仕入れてて、はい、で海外 の、 この大きなショーとかではなく結構ローカルなマーケットに行くとか、はい、個人ディーラーの家で仕入れをするとか鉱山に行くとかっていうことがメインなので、そうするとそこのディーラーさんとかサプライヤーさんのその国のその人たちの生活とかどういう環境で、はい、あの暮らしてるのか、どういう金銭感覚で暮らしてるのかとか、どんな食事してるのか、どんな家に住んでるのかとか、もちろん鉱山だったら鉱夫なので、まあ、どんな危険な状況であの採掘してるのかとかっていうことをあのちゃんと見て考えてあげないと、やっぱりそれをそのジュエリーにした時に伝えられるし、あとはその値段の決め方も全然変わってくるので、叩きすぎちゃダメだけど、でも値段を上げすぎてやってしまうとその人たちはあこんな高く売れるんだってなって、その次の人たちにも同じ金額で売り始めるので、やっぱりそういうそのよりこうショーとか、はい、あのミネラルショーとか、国際宝飾店みたいなところよりも前のところから仕入れる段階だと、やっぱりそういうその人たちの状況も考えるっていうのが、まあ、結構大事かなというふうには思ってますね。ただあの直感とか審美眼みたいなところは、はい、自分自身の感覚なので、あのこう裏を返すとというか言い方間違ってしまうと、はい、石のこと何にも知識ないけど直感審美眼とい う、 こう綺麗事のような言葉を使ってあのカモフラージュしちゃってるみたいに聞こえるなっていうのを最近ってか、まあ、結構前から考え始めたので、はい、やっぱりうちからジュエリーなり石を買ってくださる方が安心してあの買ってくだされるように、こう分かりやすい指標をちょっと持ちたいなと思って宝石学の勉強を3年ぐらい今やっておりますね。もう3年もされてるんです。そうですね、出産とかを入れて、お子さんも生まれて大変な中ですもんね。そうですね、やっとテストが終わったので、結果待ちしております。結果待ちがうまくいくことを願っております願っております。萌実さんの言うその審美眼っていうのは、どういうことになるんですか？審美眼というのは、そうですよね、よく聞かれ夫にも聞かれるんですけど、審美眼というのは言葉の意味だけで言うと、まあ、美を審議できる眼の目なので、簡単に言ったら目利き力なんですよね。でも目利き力っていうのが私の場合は宝石に対してジュエリーに対してとか美に対してなんですけど、人それぞれ立場によって、はい、違うので、何に対しての目利きなのか、だから宝石に対しての目利きであっても私みたいにその、はい、
アート性があるような宝石を見る目利きなのか、売れる売れないの目利きなのか、そのマーケットニーズに合っているか合ってないかの目利きなのか、そのシーズンに合ってるかどうかなのかって、はい、同じバイヤーっていう仕事でも、うん、その目利きの意味が違ってくる。で、はい、私の場合はその宝石を選ぶ時も、石一つ一つの個性にフォーカスしているので、必ずしもその宝石業界的に、はい、クオリティが良いとされるものじゃないことの方が多いんですよね、はい、基準には当てはまらないものの方が多くて、はい、その基準を知ってて基準に当てはめたものを選べることも目利きだし、うん、そこから外れたものに価値をつけることも目利きなので、はい、そこはこう人によって捉え方が違うけど、私の場合はあまり世の中的に評価されないものにフォーカスしてあげて、それを再評価するとか、うん、私のフィルターを通して提案するとかっていうところが、自分のやるべきことかなと思ってるので、自分的審美眼はその辺かなと思っております。美術評論家みたいな感じですね美術評論家そうね、そうかもしれないですね。からなんか答えは一つじゃないというところはあるかなと思いますけどね、なるほどですね、ありがとうございます、はいはい、では次ですね、最近買い付けされた石の中でビビビッときた石は何ですか？最近買い付けができていないんですよ。そうですね、コロナで最近なかなか海外買い付けはできてないんですけど、今はすごくこうクォーツの中に何か別の鉱物が入っているクォーツイン、なんちゃらかんちゃらインクォーツっていうのが、はい、すごくうちの商品では多いんですけど、はいはい、その何かが入ってるっていうその鉱物自体は珍しくなくても、はい、入り方が珍しいっていうのが結構あるんですね、例えばクォーツインクォーツって結晶が入ってるけど、はい、それが特別な形に入ってる、別々の鉱物と一緒に入ってる、組み合わせがいろいろとかっていうので、こうなんだろう、石として例えばレアとか、はい、いうふうに言われるものじゃなくても、はい、見た目的に超レアみたいなのが出てくることがあるので、やっぱそういうのはすごくよっしゃ見つけたぞっていうのがありますね、はい、最近、ディモルチェライトインクォーツでも、インスタグラムとか上げてらっしゃいましたよね、ああいうのも珍しいんですかね。そうですね、デュモルチェライトインクォーツ、そうですね、小さい結晶なら結構入ってることがあるんですけど、大きい結晶はもうガンって入ってるのがすごく少ないので、はい、そういった意味ではやっぱり珍しいし、はい、あればもう絶対確保するっていう、テンションも上がりますし、テンションも上がるものですね、そうですね、ありがとうございます。はい、4つ目ですね、海外に行けるとしたらどこに行きたいですかっていう質問が来ております。仕入れに行きたいですね仕入れに行きたいですね、はい、あとは、タイに住んでたので、はい、タイに帰りたいというのもあるし、あと中国とかもやっぱ夫が中国人なので、はい、息子を、ね、が生まれてからそのお世話になっている方たちに全く挨拶に行けないっていうのがあるので、はい、そういうところはやっぱり帰る気持ちで行きたいですけど、あとは行ったことないところだと、今までその世界の中で旅行してきた中で南米とアフリカって私行ったことがなくて、でも南米とアフリカって、はい、世界最大の宝石の産地、はい、大陸なので、そうですね、そういう意味ではそこは子供がもうちょっと落ち着いたら行きたいなと思ってますね、はい、一緒に行きたい、一緒に仕入れに行きたいですね、楽しみですね、そうですね。5個目の質問です。はい、萌実さんがデザインを考えるときに何を考えていらっしゃいますか？デザインの話ですよね、はい、デザインを考えるときは私のは石が強烈に個性がある感じなので、はい、やっぱり、それを生かすっていうのが大前提 で、はい、でなのでデザインを出すときもあまり例えばコレクションとして作るとかっていうよりは本当一つ一つの石に対して考えるんですけど、ただ絵画みたいな石がどうしても多いのであまり装飾をつけてしまうと、すごくこう邪魔し合ってしまう感じが出ちゃうので、結構オーダーとか受けててもシンプルなものが一番多いかなっていうのはやっぱりあるんですけど、ただなんか最近考えてるのは今までは自分が、服飾の学校に行ってた時から、はい、デザインっていうものが見えるものから見えるものをデザインしてたんですよ。
見えるものから見えるもの、うん、そうそうそう、だから例えば、はい、じゃあワンピース作ろうって思った時に、はい、ひまわりという具象的なものがありました。それを、はい、見えるものから見えるデザインに落とし込むっていう、はい、プロセスのデザインの仕方をしてたんですけど、最近はもうちょっとあの見えないものから見えるものを作り出すっていうことに興味があって、だからそれがなんか思想であったり誰かの考え方だったりとかでもいいですし、なんかそういうことで最終的に形を出すっていうのをやりたいなっていうのが一つあるのと、あとなんか今ブランド7年目とかなんですけど、でまあ最初は海外でやってたので日本に来てだいたい5年ぐらい経ってるんですよね。でやってると結構もう必死で自分のブランドの自分のこの、 あのデザインを出すのに必死で、こうその都度その都度出しちゃってるとこがあったんですけど、デザインってあの今の時代求められてるのは、私が完結してデザインを作って、はいこれどうですかっていうことじゃなくて、もうちょっと、その前後のストーリーをデザインしてあげるとか、売り方とか最終的にお客様に届いたところまでをデザインするとか、業界っていうほど私はジュエリー業界にはいないんですけど、でもなんかもうちょっとこう広い範囲でデザインを捉えないと、この一つの指輪だけをこうデザインするっていうことではあの足りないなっていうふうに思ってて、そこはちょっとあの模索中なんですけど、そういうこうもうちょっと俯瞰した視点でデザインを考えたいなって思っております。難しいですね。難しいですね。もっと先のことまで見て考えないといけないんですね。そうですね。ご協力お願いします。はい、ネイチャージュエリーもあの頑張りますので、よろしくお願いします。、次の質問ですね、はい、美意識をどうやって鍛えてますか。あ、それね、お客様からいただいた質問がありましたよね、はいはい、お客様からいただいた質問ですね。なんか今は今の現時点での私の考えだと、はい、あのまあ、さっきの審美眼にもつながるんですけど、美意識っていうのが何に対する美意識なのかっていうのは人それぞれなので、はい、自分にとっては好奇心 の、 このアンテナを張っておくことかなって思ってるんですよ。で1年前ぐらいのインタビューまでだったら、もうあのベタな答えではあるけど、いいものたくさん見て、はい、いい経験をたくさんしてっていうことを、はい、で答えそれだけ答えてたんですよね、はい、でそれはそのベタな答えながら、あの、はい、正しいは正しくて、はい、実際自分もその体感して今までずっとやってきてるので、はい、もちろん、まあ、美術館行くとかそうだし、ジュエリーの中だったら例えば香港ショーとか行ったら、はい、あの他の普通にジュエリーとかあの宝石を売ってるところじゃなくて、別格の部屋があるんですよね。一番ハイジュエリーを売ってるところがあるんですよね、はい、そこは再度パスポートを見せないと入れないような場所なんで、もちろんあのプライスも書いてないんですけど、はい、そういったところに、わざわざあの全然バジェットはないけど買えないけど行って勉強するっていうことは必ずやってるんですけど、そういうそのなんていうのかな、そういったことの積み重ねが今の目利き力っていうのにはつながってるんですけど、はい、ただそれはその会社員でやってた時 の、 その仕入れ、バイヤーとか、あとまあ今で言ったらデザイナーとか、そういうその仕事に就く場合はすごく役に立つので、あのそれは私が実感としてて、ただ今ブランドとして運営する、デザイナーという前にブランドとして運営する、それから会社として経営するみたいなところのビジョンを持たなきゃいけなくなった時に、美意識っていう言葉のなんかこう範囲がすごい広くなっちゃって、デザインやその仕入れの目利きだけじゃないなって思ってて、なのであのね、例えばネイチャージュエリーさんとのやり取りにも美意識があるはずだし、はい、まあ、もちろん売り場作りとかブランドの世界観作りにも美意識があるはずだし、はい、考え方とかにもあると思うし、はい、あのそういうところまで美意識っていうのを捉えるって意味では、やっぱり好奇心ってその、綺麗なものに対してだけじゃなくて、さっき言ったみたいな、価値観とかそういうところにも入ってくるので、はい、もう全然違 う、 こうビジネスパーソンの話を聞いてみるだとか、はい、のアートとかジュエリーとか関係ない人の話を聞いてみるだとか、うん、そういうところに行ってみるだとか、そういうその好奇心を持って、はい、見て知ってアクションを起こすというところは、うん、これが自分ができなくなったら引退するべきだと思っているので、うん、まあ、そこが一番大事かなと今思ってますね、うん、ジュエリー関係なくても関係なくて、そうですね、まあ、いろんなことをこう取り込んで、まあ、アウトプットにつなげていくっていうことですね。そうですね。あとはなんか美意識ってここ5年とかぐらいかな、はい、ずっとこう言われているのが、あの今こそ、クリエイティブ思考がこう世の中の人全員に必要だって言われ始めて、はい、
まあ、アート思考とかいろいろデザイン思考とか言い方はあるんですけど、でなんか、まあ、AI が出てきた時に AI にとって代われる仕事があるから人間にしかできないのはクリエイティブなことだって言われるようになって、はいはい、でもそれって一体どういうふうにすればいいんだみたいになってみんな結構ええってなってた時があって、うん、そうでもなんか本当にその美意識とかあと審美眼ってそのこれとこれどっちがいいかこっちの方がいいって選択する力でそれの繰り返しが目利きになっていくのでそれが仕事の中でじゃあ、 あの会社にとってどっちの判断がいいのかっていうジャッジメントとかあとまあ自分の生活の中でこの買い物は無駄なんだろうかこの買い物は自分を幸せにしてくれるんだろうかとか自分の人生にとってどっちの選択がいいだろうかっていうその選択をするっていうのは美意識から来ることだと思うのでかそういう意味では、まあ、あの私が美意識こういうふうに考えてますよとか、まあ、鍛えてますよ鍛え、はい、どうやって鍛えてるんですかとか質問だったからっていうのは私がそういうことをまあ発信することで誰かしらこうヒントを得てもらえればなんか気づきになっていいかなと思うのでその辺は結構自分でも発信するようにしてますね。ちょっとなんか日々こうあ夕日が綺麗だなとか、うん、あこの間福永さんと話したみたいに魚を完璧に食べる人とかも美意識があると思うし、はい、なんか自分の死に方考えてエンディングノートつけようとかって流行ってるのも、まあ、ある種美意識だと思うし、うん、そういうところが何気ないことが実は美意識なんだなって気づくことが結構、うん、最初のこうステップとして大事かなと思ってますね。なるほどですね、まあ、実はこう自分でこう考えてみたら自分では意識しなくても実はあの自分のこういう選択が美意識につながっていたっていうこともあるんですね。そうですね、かなりあると思いますね、うん、もう本当に本当に些細なことですけど、はい、所作とか言葉遣い、はい、どんなあの喋り方をするかとかも全部だと思いますね、はい、なるほどですね、はい、次の7つ目の質問です、はい、ジュエリーデザイナーをされている中で気持ちが高揚する瞬間はどんな場面ですか？気持ちが高揚する瞬間は、はい、いい宝石見てやった時ですね。いい宝石見てやった時ですね。そうでもまあ、はい、やっぱり海外で仕入れをすると、はい、あの仕入れという仕事以上に旅がくっついてくるので、はい、やっぱりその旅先でその自分の価値観が壊される感覚っていうのはすごく、あの日本でしか通用しない常識とか日本人の当たり前みたいなのがこう一切通用しないので、はい、それがこのなんだろう、あのコンベンションセンターでやってるジュエリーフェアみたいなとこだったらまだある程度みんなジュエリー関係の方なのであの生活水準高いじゃないですか、はい、だけど本当にローカルなとこに行ったら裸足でパンツ一丁とかで掘ってるんで、はい、なんかそういうのとかを見て、はい、あのショーケースでキラキラ、ね、50万100万とかって売られてる宝石を、うん、彼らがパンツ一丁で掘ってるんだって思ったら全然その感覚っていうのが変わるので、うん、やっぱり、うん、そういうことはあの見ておくと、あの、まあ、高揚するとは違うけどすごくインパクトがありますね、印象に残る、うん、だからその旅あの買い付けで宝石を見つけただけじゃなくそこにあて起こる他のことでもやっぱりこう普段とは違うシチュエーションなのであのなんか感動することとか結構ありますね。次がネイチャージュエリーのスタッフからの質問になります、はいはい、石全体が一つの作品である萌実杉村さんのジュエリーを初めて手に取るお客様へ私たち販売員が作品の魅力を伝えるためにどんなことを伝えればいいですか、うん、っていう質問です、うん、そうですね、私のジュエリーを好きになっていただきたいです、はい、そうですね、まずはそうですね、やっぱり、うん、あのそれで出てくる言葉と、はい、あのただ売ってるあの義務的に売ってるのとやっぱ全然違うと思うので、はい、それは私も努力しそうしてなってもらえるようにしたいなっていうのはすごいあるんですけど、私のジュエリーの場合はやっぱりその石が一番特徴があって、でそれってそのお客さんによってこう見え方が違うんですよね。だからよく例えで出す、例えば赤いまあ、ルチルクォーツがあった時に私はもうこれモミジにしか見えなくて秋の紅葉っぽくって秋にリリースするんだけれども、人によっては金木犀に見えるし、なんか人によってはその、サンゴ礁に見えるし赤いお花に見える人もいるし、なんか自分のその今までの人生の頭の中の記憶の引き出しとこう合致させるんですよね。でそれがすごくこう面白みがあるというか他のジュエリーではできないことだと思うので、なんかこう
例えばこちら販売側からこうですよねとかって決めつけて接客するのではなくて、あくまでもお客様の創造性に委ねる、お客様の創造性をかき立ててあげるような方がいいのかなっていうのもあるし、まあ、ブランド自体もやっぱりそういうふうにそのお客様が持ってるでも気づいていないであろうクリエイティビティをよりこう成長させていく、まあ、お互い成長していくっていうのがこうずっと前から言ってることで、まあ、だからまあオーダーしてみたりとかっていうのもあるし、やっぱりその石が1個しかないっていう場合は、はい、オーダーにもいろいろあって、はいね、あの同じデザイン地金違いでできますよとかいろいろあるけど、うん、石が1個しかない場合っていうのはその石に対してお客様がストーリーをつけた瞬間に、はい、もう完全にその人のジュエリーになるので、うん、そこの先のストーリーを私たちが決めてしまうんじゃなくて、うん、お客様が考えるっていうプロセスをそうですね、はい、あの促すっていうのがやるべきことかなって、でそれがそのさっき言ったその美意識のところとか、はい、まあ、そのお客様がどういう仕事をされてるかとかは分からないけれども、やっぱりそういう買い物を繰り返してこのアマゾンでポチポチって買い物をするんじゃなくて、そういう買い物をこう繰り返すっていうのが結局その人の目利き力になっていくので、それは別にジュエリーの買い物に対してのことじゃなくて、自分の生活の全ての選択に関わると思うので、それが最終的にはそのお客様たちのウェルネスになるっていう考えでやってるってとこがあってですね、なのでとっても難しいんですけど、そうなんですけど、やっぱりなんかもう接客、私も接客してもらってて綺麗ですよねとかすごい可愛いんですとかもう聞き飽きちゃってて、あの店でも言われた、あの店でも言われたみたいなとこがあるので、あのそういうのじゃない接客をしていただき、でもやっぱり阪急のあのネイチャージュエリーさんの接客は、あのここ大阪で初めて個展やったんですけど、本当にいろんなお客さんがまず販売員さんの名前を覚えてる、ですごく丁寧ですごくよくしてくれてるっていうのを何回も聞いて、あの半分以上のお客様が阪急行ってくださってるので、あそういう意味ではあの私が何かしてくださいってことはないんだと思うんですけど、プラスアルファ言えばそういう感じでやってもらえるといいんじゃないかなと、よりお客様にもそうやって楽しんでいただき、そうですね、うん、そうですね、と思います、はい、ありがとうございます、はい、最後の質問になります。早いですね、はい、今後の活動についてどのようにお考えですか？今後の活動、ちょうど今年、はい、法人化したんですね、会社にして、はい、やっぱりそうなるとあの自然と、ただ手続き上のことなんですけど、自然と、経営者視点を持たなければいけなくなったんですね、突然でそうなってくるとやっぱり今までただ、ブランド、自分のブランドのことだけを考え、それをこう回転させて、とにかく軌道に乗せていくことだけを考えていたんですけど、やっぱり今その、まあ、コロナ以前の話でもう物が溢れすぎてしまっているから、買い物とか消費とかことに対してみんなこの意識変わってるじゃないですか、でそれを物を売る側としてはどうするべきなんだろうかっていうことはみんなこう困っちゃってるところだと思うんですよね。で自分もやっぱり考えなきゃいけないなっていうところで、でもまあ私もいろいろまだ試行錯誤中ではあるにせよ、自分のことだけ考えてるブランドではいけないなってすごい思っていて、やっぱりまあ今私作り手ですけど、阪急さんみたいな、まあ売るチャンネルであるデパートみたいなとこ、セレクトショップさんとかがあって、その先にエンドユーザーとなるお客様がいて、今までだったら私が作ってこんなブランドです、こんなもの作りました、いいでしょ売ってくださいみたいなこと でそれを伝えてくださって売ってくださるんですけど、今はお客様と私がすでにつながってしまっているから動線が全く違うし、はい、で今ここ大阪個展をやってみて、やっぱりその阪急に行ってくださってるお客様がここも来てくださる、はい、ここの帰りに阪急に寄ってくださるみたいな、そういうのがこうあるなということは感じているので、やっぱりそこを全てひっくるめて、さっき言ったデザインじゃないけど、設計していかなければいけないなって考えてるんですね。でやっぱりそのブランドもそのメーカーさんとかは別だと思うんですけど、個人ブランドでデザイナーが顔も名前も出してるっていうのは、もうそのブランドイコールそのデザイナーっていうかなり人格が投影されてるところがあるので、お客様の評価っていうのも自分でやってても商品に対する評価、まあ、石に対する評価っていうのもすごく大きいけど、私自身が何を考えて何をしようとしてるかっていうことに評価を下さる方もすごく多いので、
なんかそういったことも考えるとやっぱり、まあ、自分のできる範囲ですけど、はい、自分のブランド のことだけは考えない、はい、例えば阪急さんのことも考える、お客様のことも考える、みんな一緒に考えるとか、はい、あとはもうあの例えば私がその展示のはい、目の見えない方が使っているその展示のリサイクルペーパーを使ったショッピングバッグを作るとかっていうのも私ができる範囲で、そういったことを考えてっていう取り組みなので、まあ、そういうのをもっともっと増やすべきかなということを考えて今後やりたいなと思っております。すいません、全然商品のことじゃないんです。商品のことだけでなくて、まあ、活動の方もそうですね、はい、いろいろお考えっていうことで、そうですね、はい、なんかよりもちょっと、まあ、社会貢献という言葉までは私はちょっと大げさだなって思うんですけど、まあ、誰かのために何かになるっていうことが、はい、あの直接的に例えばなんか寄付をいくらしましたとかいうことじゃなくて、継続的に何かこうつながりなり支援になることなりっていうことをやるべきかなと思ってますね。なかなか、まあ、こういう機会ってなんか今までなかったの で、ね、まあ、改めて、まあ、萌実さんについてあの知ることができて、まあよまあ、私自身も良かったなと思いますし、まあ、萌実さんの活動についてあのより楽しみになったなと思います。ありがとうございます。インタビューは以上で終了になります。